こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はゴールド爆上げ再開、戦争始まり、通貨から実物資産へ大きく移行ということで、1つ目、ゴールド5年で 57% 値上がり、2つ目、1年では 16.95%、 年初より 11% ほど高い、3つ目、直近1オンス 1823.5 ドルから戦争始まり 1946 ドルまで上昇、 106.7% の上昇、4つ目、今は高値だが1オンス1850ドルあたりから買いかということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあこれまたちょっとゴールドが爆上げを再開したということで、まあ特に戦争始まったということでですね、まあ通貨、まあ要は米ドルよりも金の方がいいんではないかということで、実物資産へ大きく移行しているのかというような動画になっています。1つ目ですね、ゴールド5年で 57% 値上がりということで、5年前ですね、1オンスなんと 1227.5 ドルだったと、もう夢のような価格っていうことですね。でこの後2019年になって1545ドルぐらいということで、まあ5年前だと2018年なので、わずか1年で1545ドル、 118% ぐらいに値上がりをしました。でその次ですね、2020年翌年にはなんと2026ドルまでいったということで、まあ、これ5年で比べた時になんと 65% の値上がりということがありました。でその後ですね、2022年の10月31日にはこれ1645ドルということで、この5年前に比べると 134% ということで、かなり一服した状況ではありました。2つ目、1年では 16.95%と年初より 11% ほど高いということで、まあ2023年の1月はですね、実は安かったということで、まあこれ先ほど一本前の動画でアメリカ債券の金利がどんどん高くなっているという話をしたんですが、まあゴールド自体には金利がつかないので、アメリカ国債を持ってた方がアメリカドルは増えるということで、ドルゴールドのチャート上ではドルの方が最近は強まっているということが起きていました。3つ目ですね、直近1オンス 1823.5 ドルから戦争始まり1946ドルまで上昇ということで、まあこれ率でいくと 106.7%、 まあハマス対イスラエルということで、まあ2000数百人亡くなっているということで、非常に大きな戦争状態になってしまったと。これいろいろな歴史的背景があるので、どちらがいいとか悪いとか当然言えないような状況なんですが、もう実際にはドンパチの強烈なものが始まってしまっていると。まあ今アメリカのバイデン大統領がイスラエルに行くみたいな話も来ておりですね、また武器を送るとかですね、戦争を拡大するようなことを画策しているような気がしています。でここで大事なのは、ロシア・ウクライナ戦争が始まった時にゴールドの値段がどうなっていたのかっていうのを見ることが大事だと思うので、2022年の2月24日にロシアがウクライナに侵攻したと。でこの時に1オンスですね、1880ドルから2078ドルまで上昇したことがありました。でその後ですね、8ヶ月ぐらいかけて失速していったということなので、まあこれ先ほど申し上げた今の高値ですね、1950ドルぐらいですかね今、まあ、ここを買いに行くのはちょっとやはり怖いかなというのが私の意見です。4つ目ですね、今高値長い1オンス1850ドルあたりから買いかということで、まあこれ当然未来予測なので誰にもわからないんですが、石山個人の見解としては、もう安値もう1800ドルとかだったらもう本当にたくさん買いたいというふうに思っています。でまあ今回ちょっとコインを買った時に、まあ、キャンセルが起きてですね、これちょっとイギリスから買ったんですけど、他の地金系のタイプに 240g 分ぐらいだけをまあちょっとチェンジしたというのはありました。まあ、本来これ1億円分ぐらいですね、買いたいと思ってるんですが、少しまだ待っているというのが今の状況です。理由としては1900とかで買いたくないし、まあ1800とかもうちょい1750とかまで落ちる可能性はないのかなっていうふうに踏んでます。まあ、ただこれ米ドルと日本円で考えた時に円安が止まるようなこともほぼほぼなく、
まあ、単純に今1オンス28万ぐらいですかね、税金入れるともう限りなく30万近いと思うんですが、それよりももっと安く税金入れて26、7万でもし買えるんであれば、大量なお金をこのゴールド現物ですね、現物に入れたいと。 ETF でも積み立てでもなく、現物の地金もしくはメイプルみたいなコインに変えたいと思っているのが石山の個人的な感想です。そろそろまとめですね。やはり、まあ、有事のゴールド買いっていうのが今回のこのハマスイスラエル戦でも当然起きているというのが現状かなと。まあこれ直近ちょっとやらせというかチャート上のやらせだっていうふうに自分は思っていて、ゴールドの先物で売り叩いてからですね、先に売り叩いたと、金利がいつまでも上がるかもしれないということでゴールドを売り叩いて米国債券を買わす流れにしていったんですが、その後ドンパチが起きて一気にゴールドの価格が上がっていったというのが現状なのかなというふうに思っています。まあ、ちょっと他のプラチナとかシルバーとかもどうなるかっていうのは見ておいた方がいいかもしれないんですが、有事ですね、まあ、これから中東とかで今度イランとかまで含まれていくような可能性もあるので、サウジとかも含めてですね、中東で戦争が拡大していった時にはまた石油が上がるとかですね、ゴールド上がるとかっていうことが起きつつ、なおかつ米ドルの債券がなかなか売れずに金利が上がっていくような状況まで含めていくと、結構こうきな臭く世の中になってきているのかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね高評価をしていただければと思います。コメント欄にはご質問とかご感想いただけるとありがたいので、ぜひコメント欄にご記載いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資、お金を増やす守るっていうことから、まあ今日みたいにちょっと経済の話やや陰謀論がこれ含まれていると思うので、陰謀論の話も少しずつ入れてまた解説をしていきたいと思います。動画の最後にですね、 QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間ズームで、オンラインで個別相談というのをやってます。水曜と日曜日にやっています。日時合わない人は日時調整もしてますので、まあ、特にコイン投資でですね、資産守りたい人を中心に今非常にお問い合わせが多いです。まあ、あと、新券発行の預金封鎖とかを気にしている人も非常に多いので、気になる方は個別相談申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。